高校入試は、フジテレビ系のドドラ枠で2012年10月6日から12月29日まで放送された日本のテレビドラマ、全13回。主演は長澤まさみ。脚本は本作がテレビドラマ初執筆となる作家の港かなえ地上波では45分13話に再構成された港かなえによるオリジナル脚本に基づき、 高校入試シナリオコンプリート版と題して、富士テレビネクストで2013年1月20日から3月24日まで放送された。全10回。地上波放送に合わせ、小説や生時代の2012年11月号から2013年2月号までシナリオを連載、高校入試シナリオと題して2012年12月に角川書店より刊行された。また、 テレビドラマの脚本をもとに新たに小説を書き下ろし2013年6月に角川書店より刊行されている。地元で有名な進学校である県立高校でその入試を妨害するために勃発する出来事を描くミステリードラマ。入試日とその前日に起こる試験を阻止するための様々な出来事を同行教師の視点からその犯人や目的を明らかにしながら 入試制度に一石を投じようとする物語である。入試を妨害する予告の張り紙、教師の携帯電話の盗難、当日は、答案用紙の紛失、試験中の試験問題の漏洩携帯電話の明導などのほか、それらのネット掲示板への投稿などに加え、親、教え子の不信、情動的な行動、教師自身も不審な行動を取るなど、関係教師が困惑する出来事が次々に起きる。 登場する教師や生徒らにはそれぞれ入試にまつわる過去や互いの人間関係の圧力があり、誰もが疑わしい中で話が進んでいくが、後半から思わぬ方向に展開していく。結局、首謀者、共犯者が明らかにされ、教師、生徒が関わっていたことが明らかになるが、大きな制度の流れは変わらず、またいつもの日常が戻って繰り返されていくという。 内容のモノローグで終了する。教職員学校関係者受験生と初回は15分、拡大放送されたほか、番組調整の都合上のため、第3話は23時30分24時15分、第5話は23時25分24時10分に、放送時間が変更された。第10話は土曜プレミアム、大型ミステリー特別企画。 スペシャルドラマ再開放送のため23時30分24時15分放映。地上波の放送から1週間後の土曜日18時18時45分にケーブルテレビスカバー向けのフジテレビ2ドラマアニメにて時差再放送された。地上波の連続ドラマを直近の放送直後に衛星で再放送する例は民放では初のことである。 フジテレビの有料動画配信サービス、フジテレビオンデマンドでは最新話を放送終了直後に追加配信したほか、無料のダイジェスト版や現場のキャストの姿などの独自の番組を配信した。2013年1月20日からフジテレビネクストライブプレミアムでシナリオコンプリート版として放送。地上波では45分枠の全13回であったが、 シナリオコンプリート版では50分枠の全10回に再構成された。メディアミックスアルファにて2021年1月15日から2月2日まで全話の特別編集版が再放送された。港カナイが自身の手掛けたテレビドラマのシナリオをもとに改めて小説として書き下ろし、2013年6月27日に角川書店より刊行された。 2016年3月10日に角川文庫より文庫化されている。小説家にあたって一から書き直すつもりで構成からやり直し、掲示板の書き込みを時間軸として各登場人物の視点から物語を展開。ドラマを見ていた人も見ていなかった人も、また別物として楽しめるように会話を主体に物語が進むテレビドラマに対してその人はこの時、 どんなことを思いながらこういう言葉を言っていたのかな画面ではこの人が映っていたけれど、じゃあ、それを見ている人はどんな気持ちだったのかななどと、テレビでは表現できない心理描写に注力して執筆している。また、結末はドラマのシナリオとは異なるものになっている。毎週見てもらえる話を意識した、テレビドラマの脚本と単純な気象点欠のみで成立する小説の、 両方を手掛けたことにより、入れ物が変われば切り方も違うことに気づくことができ、本作を手掛けたことで小説家として次のステージに進むことができたと語っている。ありがとうございます。